この状況を利用します。オーバードライブです。ボニー、少し休んでて。私が先導する。私がいただきね。戦力評価では通常のようです。Thank you.
り決めろよ。干渉ね。お、すごいんじゃないこれ。
理由はよくわからないけど、魔法みたいなのでこの世界に呼ばれた。どうも巫女と呼ばれる人と一緒に試練というものを受けなくてはいけないみたい。おむつもミルクも数日分しかない。どうしよう、困った。目が覚めたらこれは夢で、いつものベッドでとか思ったけど、そうじゃないみたい。ここの時間の流れはわからないけど、記録をつけていくことにする。元の世界に戻るのに簡単な方法は巫女を見捨てること。それを選んでいいのか逡巡する。誰にも相談できない。困った。ナナを一人にできないし。サツキ9日に記す。神官に相談をする。私が試練を受けている間、巫女のお母さんにナナの面倒を見てもらえることになった。試練がうまくいってもヌイさんは帰ってこない。それでもやらなきゃいけないのかな。さつき12日に記す。今日は巫女のヌイさんといよいよ試練に向かう。ナナは試練の間、ヌイさんのお母さんのユクさんが世話をしてくれる。ユクさんは自分の子供がイプイケになってしまうのに、ナナと私の心配ばかりしている。この世界の他の人のことを知らないけれど、ユクさんはいい人なんだろうと思う。自分だったらナナがエプイケになるなんて耐えられない。試練というのを終えられて自分の世界に帰れたら、この出来事をナナが大きくなった頃に話そう。作り話と笑うだろう。そうなればいい。ここの世界のことを本にして売ってもいいかも。ベストセラー作家ね、きっと。そう、一つだけここの言葉を覚えた。ここの人たちがよく言うエプイケの五の和光というやつだ。エプイケの大きな花の五加護のあらんことをという意味らしい。じゃあ行くかな。エプイケの五の和光ナナ。
皆さんご協力お願いします。よし、勝ったね。お、すごいんじゃないこれ。わお、やったね。決めろよ。私がいただきね。なら問題ないわ。みんなで決めるわ。お、すごいんじゃないこれ。
これくらいなら余裕。これくらいなら余裕ね。皆さんご協力お願いします。基本が大事だけどね。このまま押し切る。終わり。お、すごいんじゃないこれ。わお、やったね。Thank you.
楽勝が一番だよ。決めるわ。自己流で悪いかよ。こんなのもありか。